い、どうも、ありがとうございます。ようやく1週間終わった。水木金が忙しすぎてね、全然動画投稿できなかったんですけど、ちょっと、動画撮りました。で、今回はですね、ちょっと、私ってまあ、要するにカスのような人生を送っているので、そのね、カスみたいな経験をね、ちょっと、皆さんにお伝えして、皆さんの人生の糧にしていただければな、ということです。で、まあ、今回話していくテーマなんですけど、皆さんね、私の視聴者にどのくらい高校生がいるのか知りませんが、まあ、そんなにないと思うけど、まあ、これからね、まあ、大学受験をする人をしない人いると思いますが、まあ、大学受験する人はね、いっぱい勉強する時期が来ると思うんです。まあ、推薦とかいろいろあるけど、なんだかんだ勉強するじゃん、みんな。うん。結局、推薦だって勉強しなきゃ入れないところが大半だし。で、まあ、それでですね、皆さん予備校とか通ってますか？予備校。まあ、いろいろとあると思います、種類は。本心とか、不安塾とか、本大とか、まあ、いろいろってあると思います。私はね、まあ、高2高3の頃ね、まあ、通ってたんですよ、予備校に。まあ、どこかというと、まあ、ちょっと、正式名称は言わないでおくんですけど、なんとか衛生予備校みたいな感じのね、なんとか衛生予備校に通ってました。で、まあ、予備校はね、まあ、結論から言っちゃうとね、予備校はあんま味方だと思わない方がいいですよ。多分、金づるとしか持ってないんで、まあ、言い過ぎかもしれないけど、あんまね、当てにしない方がいいと思います。っていう経験です。いや、別に、まあ、あんま、うちの意見も鵜呑みにしちゃいけないと思うけどね。ちゃんとうまく活用できる人はいると思うし。でも、まあ、なんかあんま、うちは好きじゃないですね、ということです。で、まあ、私、まあ、結論から言いまくるけど、高3の夏に予備校を辞めたんですよ。辞めたというか、まあ、脱走したんですけど、なんで脱走したかっていうとですね、しょうもないなって思っちゃったからなんですね。何がしょうもないかと思ったか。なんかね、うちの、まあ、なんとか衛生予備校は、なんか週に1回呼び出されるんですよ、校舎に。どんなに家が遠くても、家から3時間か、まあ、極端な話ですね。家から3時間かっても、週1絶対来いって言われるわけです。で、なんか、ミーティングをさせられるわけですね。まあ、何やったかも忘れましたけど、なんかまあ、共通テストまで、あと何日だから、何時間勉強しなきゃやばいよみたいなね、ちょっと、ガチで意味のない話をされるんですね。はぁ、しょうもなって思いながら。知らねえよって思いながら。うちは勉強したくねえんだよ。スプラトゥーンさせろって思いながらね。まあ言ってたんですけど、うちは、その頃はまだ、純粋な心を持った高校生だったんでね。それでですね、まあ、それでも、純粋な心を持ってる私のような高校生でも、まあちょっと、あまり理解ができなかったんですね。それをやる意味が。だからね、まあ当時私 YouTube やってましたから、当時も。ちょっとチャンネル登録者数増えてないかなって、やっぱスマホ見るわけですよ。スマホって便利なもんですよね。で、チャンネル登録者数増えてるかな、増えてないかな、みたいなことを見てると、やっぱなんか一番偉い人がいるじゃないですか。校舎ごとに。室長っていうんですかね。室長がね、やーって来てね。部屋に、その、ミーティングをしてる部屋にね、やーって来て、お前、何やってんだみたいなこと言われて、はってなって。はで、はって受け流そうとしたら、おいみたいな感じで言われたからさ、なあみたいな。あ、これはちょっと、老害の登場だって思って、もう、うち、まあ、別に徹底的にぶん投げてもよかったんですけど、まあ、ちょっとね、私、法律事務所大学生なので、まあ、ちょっと、距離を取ろうと思って、まあ、しょうもなって思って帰ろうとしたんですね。やめようとしたのか。やめようとしたんですね、それで。で、まあ、自習室に荷物あったから、自習室に荷物、おいしょって取って、もう帰ろうとするんですけど、まあ、当然のように止めてきますよね。室長って。力で止めてくるんですよ。まあ、別に、うち力強いわけじゃないんですけど、まあ、あいつ頭悪いんで、カバン押さえてくるわけですよ。カバン押さえてくるんですけど、ちなみにこれ武勇伝じゃないですよ。経験です、ただの。別にこれ自慢したわけじゃないし、まあ、だから、こういう人間もいるから予備校当てにしないんでねってことを言いたい。はい。で、まあ、カバン押さえてきたんですけど、カバンなんて、うちも失うものがないので、カバンを、うわーってやって、カバンを下ろしちゃって、そのまま手、もう、何も持たずに帰りましたね。で、カバンはその後親が回収しに行ったんですけど、で、その後謝罪の電話が来たらしいです。親に謝罪の電話を送ったらしいですね。なぜかうちには謝罪してくれなかった。何なんだろうな、あいつみたいなことを思いながら、結局うちは、なんだかんだでも、結局病んじゃったんだよね、それ。なんで病んだろうな。あ、うちは、結局ここでも不適合だったな、みたいな感じで病んだのかな。結局ね、私って社会不適合者なんでね、馴染めたところが、今まで、学校とか、習い事とか、そういう集団の中で馴染めたことがね、そう、ないので、やっぱ、あ、ここでも無理だったかって感じで、もう何回目、もう3000回目だよ。まあ3000は言い過ぎだけど、まあ、多分10回以上あったんじゃないですか、そういうことが。だから、本当に10回以上、そういう集団に入って馴染めず、
出てを繰り返した社会不適合者なんでね、もう結局また病んじゃうわけで、多分今まで病んだ中で一番長く病んだ気がします。1ヶ月くらいは病んだと思うよ。まあそれはいいとして、まあこの話から言いたいのはね、結局ね、予備校って終わりです。あんまいいとこじゃないと思う。まあ、なんか学校の勉強だけでさ、なんか受験はどうにかなるは言い過ぎだと思うんだよ。だって学校ごとに環境があるじゃん。それはうちは中高一貫だからさ、割と恵まれた環境だったわけよ。だから学校の勉強だけで十分だったと思う。でもやっぱそうじゃない環境っていると思うんだよ。なんか高3で日本史が、高3の終わりまでに日本史がギリギリ終わらないみたいな学校もあると思うんです。結局予備校っていう商売はね、元から頭いいやつをね、引っこ抜くような、引っこ抜いて他のうぞうむぞうは切り捨てるっていうのがやっぱ予備校の商売だと思うんで、別にそれ商売だからね、別に否定する気はないんですけど、だから予備校はね、あんま行かない方がいいと思います。じゃあ予備校やめました、脱走しました。もうで、あれから、まあ、室長には会ってないんですけど、まあ、別にね、結局うち今大学行けてるんでね、まあ、別に現役で全員受かるとは言いませんけどね、予備校がいるかいらないかで言われたらいらないです。まあ商売だからね、あの行く人は行くでいいと思うんです。行って伸びる人だっていると思うんです。でもね、やっぱそれは一握りっていうこともちょっと目頭の片隅にちょっと置いといてもいいんじゃないでしょうかということですね。はい、ちょっと今日は私の社会不適合者エピソードを話してしまいました。明日はちょっと意味わかんない動画あげたいなと思いつつ、というわけなんでね、まあ、私ちょっと社会不適合者なんでね、まあ、ここら辺の、ここは社会不適合者だから反省の意味を込めて話したいこといろいろありますので、これからもね聞いてくださると嬉しいです。それではまたねー。